マルコ・ポーロは2014年から2016年までネットフリックスで配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。マルコ・ポーロの冒険を描く歴史ドラマ。原作、制作はジョン・フスコ、出演はロレンツォ・リチェルミ、ベネディクト・ウォン、ジョアン・チェンなど。2014年12月12日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信され。 2016年の第2シーズンで終了した。時は13世紀、マルコ・ポーロは商人の父やおじと共にアジアを旅をしていた。マルコ・ポーロはモンゴルの地で絶対権力を持つクビライ・ハーンと出会い、様々な試練に襲われる。マルコ・ポーロのキャスト。ジョーダン・からベネディクト・ウォン、ジョアン・チェン、レミー・ヒー、チューチュー、リック・ユーン、ピエル・フランチェスコ・ファビーノ。 アムールはけど、チンハン、スヒョン、ミシェルヨー。各シーズン前は一斉配信本作は、当初、2012年1月に、スターズから発注されていたが、中国での撮影に失敗した、タメワインスタインカンパニーが保留にしていた。ネットフリックスは10エピソードの1シーズンを、約9000万ドルで発注し、ゲームオブスローンズに次ぐ世界で最も高額な、テレビ番組の一つとなった。 本作の第一シーズンは批評集積サイトの6点トマト図に45件のレビューがあり、批評化支持率は33%、平均点は10点満点で4.79点となっている。また、メトクリティックには22件のレビューがあり、過重平均値は48、100となっている。ありがとうございます。